ベノワによる舞台デザイン助上,上劇、夜泣きウグイスはイーゴリ・ストラビンスキーによる三幕のオペラ。ハンス・クリスチャン・アンデルセンのサヨナキドリと中国の皇帝に基づき、作曲者自身とステパン・ミトゥソフがロシア語で台本を作成。ストラビンスキーは1908年に本作の作曲に取り掛かり、第一幕を完成させた。自伝では夜泣きウグイスのスケッチを 死のリムスキー・コルサコフに激励されたと述べているが、実際にはリムスキー・コルサコフの生前に作曲を始めていた様子はない。しかし、セルゲー・ギャギレフから火の鳥の作曲を依頼されたために、夜泣きウグイスの作曲は一旦中断された。1913年になって、モスクワ自由劇場からの注文によって、残り二幕を書くことになった。 契約の額は1万ルーブルという巨額だった。当時はすでに春の祭典の上演後であり、音楽語法が1908年とは全く変化していたが、第一幕と第二幕以降は全く内容が異なるから音楽が異なっても構わないだろうとストラビンスキーは考えた。しかし1914年初めにモスクワ自由劇場は倒産してしまい、上演計画は中浮いた。 この知らせを聞いたディア・ギレフは、夜泣きウグイスをバレエリウスで上演することにした。初演は1914年5月26日に、パリのガルニエ宮において、セルゲイ・ディア・ギレフの制作によって行われた。オペラはロシア語で歌われた。ストラビンスキーは初演の美術と上演を高く評価している。フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット3、ファゴット2、 コントラファゴット、フォルン4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、シンバル、アンティークシンバル、トライアングル、小太鼓、大太鼓、クロッケンシュピールに、タンブリン、タムタム、ピアノ、チェレスタ、ギター、マンドリン、言語部約47分以降をもとに、公共誌、ナイチンゲールの歌を編曲している。ありがとうございます。